斉藤選手、お誕生日おめでとうございます。そして昨日誕生日の山中選手、おめでとうございます。これからキャンプですけど楽しみですか？いい日に迎えられそうです。こいつならいくら下げても大丈夫やろ。頑張りました。スタバのスポンサー狙ってんす。いいっすか、狙ってもらって。そうだよ、10回に1回ぐらいでしょ。取られちゃったね。乗るでこれ、浴衣。え、どっちですか？今グーからのノーにしましたよ。いよいよキャンプですね。隠してるから。ヒヒが隠してるから。ヒヒ君まだ隠してるから。本田選手は結構喋るタイプなんですか？全然喋らないですね。すごい面白いタイプですか？全然面白いです。ハツ選手はもう結構喋ってるんですね。結構喋ってるんですよね。息が隠してるっす。隠してる。じゃあそのうち、そのうちいろいろ見せてください。ヴィッセル神戸の西原町キャンプインの歓迎式典を開催いたします。よろしくお願いします。体をですねしっかり温めながら、また心も温めていただいて、ぜひまた大活躍をすることを記念を申し上げまして、皆さんの歓迎の挨拶というふうに開催していただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございます。西原町長ありがとうございました。一旦お残りください。
今日から、22日まで西原町の方で、しっかりとフィジカルの面とあと戦術の面しっかりと、トレーニングして、いいキャンプにしたいなと思います。そして必ず、自分たちの目標を達成できるように、頑張っていきます。今日は本当にありがとうございます。素晴らしいピッチと、記念品までいただいて、ありがとうございます。皆さんへの、感謝をしっかり持って、1年間戦い抜ける力を、ここに西原町でつけれるよう全力でトレーニングしていきたいと思いますので、ご迷惑をおかけするかもしれませんが最後までよろしくお願いします。怪我ないようにいいキャンプにしましょう。24歳になりました。あまりこう誕生日祝われたことないんでとても嬉しいです。
オッケーです、ありがとうございました。来年から指導日外してもらうなんて。初ですか、タイマメイは。初ですよ。もう本当キャンプかぶんないじゃないです。キャンプっていうか指導日だいたい11日とかだから毎年、はい、オフ中なんですね。そうなんですよ。バレずに誕生日迎えてるんですけど今日キャンプスタートに誕生日っていうラッキーですね。ラッキーですね。いい年になりそうですよかったです。平川選手おめでとうございます。耳に相当詰まってます。両耳ますこれはシャワーしないとなんかプールの中みたいほぼ聞こえてないんじゃないかという。マジで全然聞こえてない。おめでとうございます。ありがとうございます。頑張ります。前川選手もだいぶ髪についてますよ、はい、言われます僕は毎月誕生日があります。あ、本当の誕生日は本当の誕生日は9月まだまだですけど、めでたいですね。毎月祝うことができる。毎月やっぱおめでとうって言われると気持ちいいですね。ああ、素晴らしいチームメイトに感謝ですね。はい、感謝です川崎選手、お疲れ様です。今日からヴィッセル神戸に合流したということで、練習いかがでしたか。最初は軽い練習だったんですけど、早くチームになれて自分の良さをどんどん出してタイトル獲得に貢献できるように頑張りたいと思います。今回背番号21ということですけど、こだわりあったんですか。本当っていう番号で21がなんかかっこいいなっていう印象があったので21には選びました。年齢も今21。確かにそうですねそれは考えてなかった。考えてなかった。ちなみにヴィッセルには知り合いであったり関わりのあった選手っているんですか。かけるが小学校の時からずっと大阪と京都遠かったですけど、ずっと対戦したりして、まあトレセンとかでよく一緒になって仲いいですね。じゃあもう彼からもいろんなことはもう聞いてたりするんですか。はい、聞いてたりしますけど、まあ、はい、かけるとは結構連絡もたまに取ったりしてて、めっちゃ仲いいですね。我々の、まあ、候補の簡単なリサーチでは、まあ、川崎選手はスピードがあるっていうことを聞いたんですけど、どうですか、自分の長所であったりプレースタイルというのは。僕と一緒にやってた選手は多分みんなあんま足遅いっていう逆にイメージあると思うんですけど、僕はけどボールを持ったら速いっていうのは自信はあります。ドリブラー系なんですね。はい、ボールを持てば。自分が好きなポジションはどこなんですか。好きなポジションはまあ、トップ下、サイド、まあ、フォワードもそうですけど、前ならどこでもやりたいですし、やれる自信があります。で、まあ、キャンプ、今日まだ初日ですけど、まあ、3週間ほど沖縄で、どういうキャンプにしたいですか。まあ、新加入ということで、早くチームに馴染んで、さっきも言いましたけど、自分の良さをチームにもたらしていければいいなっていうのがあります。わかりました。頑張ってください。ありがとうございます。